こんにちは、カップ麺リスペクトです。今回いただくのはマルカ食品ベヤング豚バラ入りうまい辛さの油そばになります。2022年今年の秋シーズンのセブンさんの先行発売ですね。ペヤングさんの油そばと申しますと、あれを思い出しちゃいますけど、大丈夫ですかね。よろしくお願いいたします。ペヤング豚バラ入りうまい辛さの油そばでございます。パッケージにこんなことが書いてあります。辛味がうまいので食べたら止まりません。押し寄せるうまさには十分ご注意ください。ああ、そうですか。はい、ということで、それではまずは一口いただきます。ペヤングさんの油そばっていい思い出ないのよね。はい、微妙。それではこの商品を楽しむためのポイント参りましょう。カナシャイナポイント。まずはペヤング激辛焼きそばを油そば風にアレンジした商品。これちょっと前例もあるんで後でお話ししましょうか。はい、次、激辛ソースにニンニク風味の調味油をかけることで辛さの中にマイルドな旨味を感じられる味わい。ということでおしゃべりしながらいただきます。ニンニク風味なんですけど、正直そんなに匂いはないですね。ただ食べると口の中にニンニクの風味がワーンとするっていう感じです。はい、正直今日辛いの食べたかったんで嬉しいんですけど、嬉しいんですけどっていう。はい、豚バラちょっとキャベツ混ざってますけど、キャベツがいっぱいだった。小さいですけど豚バラ結構入ってます。うん、それっぽい。辛さは僕過去も振り返ってみたんですけど、この動画撮る前から僕激辛焼きそばって食べたことないんですよ。僕が動画を撮り始める前にパッケージの写真を撮ってた時期があって、その時期に一番最初に撮影したのがもっともっと激辛マックス焼きそばだった。それは食べてるんですけど、激辛は普通の激辛焼きそばは食べてないです。はい、この感じかっていうのを今初めて確認してます。激辛。なんか、このペヤングさんの油そば風慣れてきたかな。以前、ペヤングソース焼きそば名油っていう商品があって、それはペヤングソース焼きそばを油そば風にしましたっていう商品だったんです。それが、まあ、よくわかんない。ちょっとね、なんとも言えない商品だったんですけど、そのテイストは確かに感じますね。このテロテロ感とかね。通じるものはありますね。辛さでちょっと注意がそがれてるみたいなとこありますけどね。辛さは満足。あとペヤングの麺も美味しい。オイルもテロテロしてて美味しいんですけど、油そばって言うんだこれを。そこをね、商品名割り切れば美味しいかもしれないですね。
そういう食べ方がいいかもしれないです。はい。ペヤングさんのオイルテロテロの視点だと、過去にね、傑作がありましてね、九州豚骨焼きそばっていう。これも大傑作。で、その DNA を引き継いでるのが今、ペヨングで豚骨焼きそばっていうのが出てるんですけど、あ、これガンガンリピートしてますけどね。それがオイルのテロテロ感がすごい美味しい。その感じではあります。だから、それを油そばって言うっていうところはちょっとあります。そういう楽しみ方をすると、なんかすごく抵抗なく食べれるような気がするんですけど。でも美味しいですよ。美味しいです。それは間違いないです。はい。引っかかってるのは油そばっていうところだけ。これまだ手に入んのかな。油そばっていう名前を意識しないで食べるともう最初から美味しいかもしれない。具材はそんなに目立たないです。正直結構入ってますけど、正直そんな目立たないです。はい。油推しですね。調味油推しです。で、ニンニクもそんな、先ほど言いましたけど、目立たないです。口の中に風味はあります。匂いはそんなに辛くないんで、お昼休みオフィスとかで食べてももしかしたらバレないかもしれないですね、このくらいだったら。はい。はい、残りこれだけになりましたので、一気にいただきます。うんうんうん、美味しい。うん、美味しいです。美味しいです。辛さが欲しかった気持ちもこれでもすっきり。豚骨焼きそば系の商品って考えると、もう美味しくいただきますね。後味でも豚来るな。美味しいな。うん。はい、ということで美味しくいただきました。どうもごちそうさまでした。ありがとうございました。美味しかったです。はい、リスペクトタイムです。今回はマルカ食品ペヤング豚バラ入りうまい辛さの油そばをいただきました。カップ麺リスペクト的にラップアップさせていただきますと、豚骨焼きそばと解釈しますという感じです。ありがとうございました。とても美味しくいただきました。最後にまとまってた具材に豚の旨味が凝縮してて、もしかしたら混ぜながら食べるともっとまんべんなく味わえたのかなと思っております。美味しかったんですけれども、名前でちょっと引っかかっちゃいまして、気になったのは本当名前だけなんですよね。一旦油そばっていう言葉を忘れて、豚バラ入りの豚骨焼きそばだと思って食べるとすんなり入れそうです。今度からペヤングさんで油そばっていう名前の商品が出てきたら、僕の中では一旦豚骨焼きそばに置き換えて食べようかなというふうに思っております。というわけで今回はマルカ食品ペヤング豚バラ入りうまい辛さの油そばをいただきました。今回も美味しいカップ麺をどうもありがとうございました。カップ麺リスペクトの動画をご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、それから皆さんの思い出のカップ麺、ご当地のカップ麺の情報などコメントでいただけるとありがたいです。今後ともよろしくお願いします。